スペインの画家、イラストレーターである。歴史画を描いた。マドリードで建築家のメルチョールカノの息子に生まれた。父親の仕事のため、幼い頃にセビリアに移った。セビリアの王立美術学校で学び始めたが、1842年に父親が亡くなった後、マドリードに移り、マドリードの王立産フェルナンド美術アカデミーで、ホセデ・マドラーソやフェデリコデ・マドラーソ、 カルロス・ルイス・デ・リベラに学んだ。プラド美術館の館長、ホセ・デ・マドラーソンが企画し、多くの画家が、スペインの歴代国王の肖像画を制作する、プロジェクトにも参加した。パリで修行に出て、パリで描いた、歴史画は1856年のスペインの全国展に出展され一等のメダルを受賞し、1858年の全国展でも一等メダルを受賞した。 スペインに帰国した後、セビリア美術館の学芸員に任じられ、セビリアの王立美術学校の教授を務めた。イラストレーターとしては、LRTEN、エスパーニャや、エルムセオユニバーサル、ラ・ボナンザといった雑誌の挿絵を描いた。ありがとうございます。